はい、じゃあラスト考えてしまいましょう。暑いですね。質問は授業内で大丈夫です。今回は貴重な時間をありがとうございました。フニーさんのお話の中で私たちにはレスポンシビリティ、呼びかけに対して反応する力、責任が我々にあるという話が特に心に響きました。私たちみんなが社会のさまざまな訴えに気づき、耳を傾け、それを聞き届けた者の責任があり、それに気づいた人々が賛同、さらに発言しないと周知させられないということは、責任にどんな声があるのか、責任という言葉が当てはまると思いました。今後はそうした声に自らアンテナを張って、社会にどんな声があるのか聞きに行き、反応していくという気持ちでいたいと思います。また人と人をつなぐもの、自分を奮い立たせるものとしてラップがあるということを初めて知り、そういう場所が大事だと感じました。他にも今回お話の中でたくさん聞かされたことありますが、こういったことを今後もここに留めて、こうした時に思い出しながら過ごしていきたいと思います。ゆずき、ささき、ありがとうございます。すごいまとめてくれてますね。人生基本つまんねえ、みんな求める人生の安定、ラップについて知らないけど言葉が体に染みていく栄養、世界は厳しいマイノリティに、悪しき伝統永遠に、誰が変える、私たちが変える、少しは変わった今日で思考変えろ、学生に思い伝える活動、あなたの言葉に震えた感動、出会えた奇跡に感謝、ありがとう MC モッツァレラ、ありがとう。フニーさん、これまでの生活の中で国籍や名前など生まれて持った個性や属性について差別したり偏見の目を向けられることを経験したのであれば、その加害者は具体的にどのような人なのでしょうか。根っからの差別主義者なのか、年齢や経済状況、家庭環境などに自ら不満や困難を抱えている人なのか疑問を思いました。割と市役所の優しい人たちだったりするんですね。私はこれまでの人生で比較的治安のいい落ち着いた地域の真面目な学校に通っていたため、地域格差の問題を生の声で聞いたのは初めての経験だった。クラスメートの何気ない一言は悪気のないものかもしれないが、冗談やからかいの暴力性を私たちは学ばなければならないし、大人はそれを当然のようにして態度を示すことができるようにならなきゃいけないと思った。智子、今川、わ、素晴らしい指摘ですね。その通りだと思います。在日朝鮮人 2.5 世の立場から見て、日本社会で一番変えていかないといけない部分って何でも思いますか。議論する場が欲しいですね。在日雇用についてまだ理解できないこと、政府の対応や制度、仮などもある程度理解と思いますが、在日朝鮮人を日本人の民間団体はいつ頃から活動し始めたのか気になったのと、現在大学生が参加できる交流活動のものもあるか知りたいです。フニーさんが日本人と韓国人の狭間に立って自分のアイデンティティを模索することについて苦労してきたことを知ったが、そのような自分の中で悩みや葛藤に直面したときに、それを言葉に言うのを大切なことを学ぶことができた。私は今まで悩みを持ったときに、人に悩みを見せたくないという思いから、一切人に言わずそれを飲み込んで自分の中で消化するという方法を取ってきた。僕もよくやります。しかし毎回それがストレスになって気分が晴れない日が続くことが多かったため、誰かに伝えないとしても独り言のようにつぶやいてみようという考えに変わった。エアリーさんですね。ラップの詩、日本の学校、仲間と団結、一線越えると個性の消滅、インターからの公立中学、英語の授業で喋れないふり、発音いい人、いじめの対象、世界が狭まり夢も抱けない、違いを理解そして認め合う、これこそあるべき未来の姿。素晴らしいラップですね、エアリーさん、ありがとうございます。在日コリアンとして一番不自由なことは何ですか。また逆に在日コリアンで良かったことはありますか。いろいろですね。ラップに深く触れたことが今までなかったのですが、素直な気持ちを吐き出すことでラップという魅力について知ることのできた講義でした。私の普段の自分の気持ちを言葉で表したり相手に伝えることは苦手なのですが、フニーさんにとってラップのように、ラップはレベルがまだ高いけれども、そのような素直な気持ちを表現できる自分なりの方法を見つけてみたいと思いました。貴重な講義ありがとうございました。ユノアサコ、自分で名を付けるならユノにします。自分の生のままですが、あなたの気持ちを理解し私の気持ちも分かってほしいという意味を込めて、ユノという自分の名前を聞きたい。ユノ、さあ皆さん、立教大学ありがとうございました。私は現場に戻ります。またストリート大学で会いましょう。チャオチャオ。